おはようございます。2024年100キロトレイルを完走する男、谷口です。今日はですね、2023年の4月16日ということで、今こちら平尾台に来ております。今日ね、これからね、40キロのトレイルに参加します。ほら、こんだけの人が来てる。さあ、来年100キロトレイルを走るために、まあこれね、40キロ、まあ、通過点だと思って今日はね、参加させていただきますので、よろしくお願いします。ロングコース出場の皆さんはそれぞれ準備を済ませていただき、このあと7時20分までにスタートエリアの方へお進みください。7時半スタート。もうちょっとですね。ほら、こんな感じで人がたくさんいますよ。さあ、やりますんで、もうあと5分でスタートですよ。みんなで一緒にスタートしましょう。最初飛ばそうか。ね、最初飛ばさないといけないですよ。ありがとう、みんな。みんなありがとう。行ってきます。行ってきます。平尾台トレイルランクです。2023ロングコーススタートしました。皆さんどうぞ頑張ってください。よろしく。はい、じゃあ選手の皆さん頑張ってください。ちょっとね、最初ちょっと飛ばさないと集団に巻き込まれちゃう。すごい景色、みんな写真撮ってるよ。いや、いいね。ほら、すごいよ。よいしょ。後ろもほら、ずらっと並んでる。今結構な下りなんで、ちょっと慎重に行ってます。お、滑る。お、こんな感じですよ。多分ね、もうすぐ絶景が見えますよ。ほら、あ、みんな小さいしちゃった。もう一人でも、おはようございます。一人でも越していきますよ、これからどんどん前に。うわ、すごい。どこのトレイルですか？これ平尾台です。北九州にあります平尾台トレイルです。僕も初めてなので、今回参加するのが、ちょっとね、話しながら無理だ。
なんででもね、すごい壮大な景色が、あ、すいません。外れですね。はい。みたいです。外れてはダメみたいです。多分国立指定かなんかなってるんですかね。このコースしか走っちゃダメみたいですね。はい。そう、大丈夫ですか。まあここはちょっともう力をためながら、一本道なので前の人追い越せないので、ありがとうございます。めっちゃ滑る、めっちゃ滑る。おっとっとっと。滑るんですよ。見て、すごい壮大。上まで続くの。ね、あ、余裕はないですけど。20ぐらいまで乗ってくれるといいですね。そうですね。でも午後からなんかもうね、雷。ああ、予報で。はい。続いてますもんね。はい。だから早めにゴールしたいなと。見て、壮大。もうちょい、あそこまで。ここが大平山山頂なのかな。どうなんだ、もっと先か。一応ね、ここは登ってきたな、さっきの。まだでもここ6キロ地点ですね。まだ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 先は長い。まだ先か。とりあえずさっき見えてた、多分ここは山頂なのかな。さっき見えてたとこには来ましたよ。これから下りです。なので大平山を越えたので次に向かいます。うわ、壮大な下りです。お、滑る。でも気持ちいい。まだ波が見える。次の丘あれかな。今ね、四方台ってところでちょうど8キロです。もうすぐね、エイドです。エイドが見えてきた。今日ね、本当にポカやって、水忘れたんで、カップしか持ってきたんですよ。カップしか。忘れてた。水入れんの。やっとエイドがある。よかった。水忘れてた。水がいい。お願いします。水忘れちゃって。コースは真っ黒です。はい。ありがたい。ありがとうございます。今10キロかな。よし。じゃあ、行きましょう。すごい。おお、これなんだ、読めないけど、ここ、いや、いいね。よし、行きますか。行きましょう。はい。
よし、二つ目の移動。今ね、16キロ、16キロ地点。手が見て、手が真っ黒。いや、ありがたいですね。ありがたい。お餅もあるんですよ。いただきます。お願いします。すいません、お餅いただきました。お疲れ様。今第3移動、第3移動ゴールまであと15キロ。今ね100位ぐらいだって。ちょレモンもらおうか。はい、レモンどうぞ。ありがとうございます。はいはい、レモンもこんなたくさん。はい、500人中今10。よかったらおかわりどうぞ。よし、あと15キロか。元気出るな。でしょ。15.7。はい、半分ぐらい、もうちょっと。 OK です、ありがとうございます。今ねそこで、あと15キロ、あと35キロ地点かな。あ、違うか、25キロ地点か。25キロ地点のエイジウムが今過ぎました。で、500人中今100位だって。あ、今100位。あ、でもね、もうね足がね終わった。なのでここからねもうぼちぼちこの粘りながら走るっていう感じですね。よし、あと15キロ頑張ります。西尾山までずっと登ります。ずっと登る。はい、頑張って。余裕ですね。はい、ぬるぬるですよ。ぬるぬる。あ、マジで頑張ります。ほら、さあ、じゃあ水晶山行きましょう。そこからロープ区間。いや、ロープ伝って上がりましょう。上まで来た。ここが水晶山じゃないの。来た。さあ行きますか。今25キロ地点。戻ってきたよ、ここまで。あとね、12、3キロじゃないかな。頑張ります。タイトが見えた。いや、残るんだ、最後どうか知らんけど。あそこでね、もう30キロ超えてると思うんだよね、アメイドで。雨つきましたね。ああ、もう来て、これもう最後ですか。まだあるんですね。人山じゃないらしい。ああ、エイドありがたい。はい、エイド出ました。この登り、今から行きます。残り 9.1 キロです。で、雨降ってきたんで、ね、早めに、こうね、ゴールした方がいいと思うんで、雨がパラパラしてきましたね。あと温度も取られるし、ぬかるむから、走りづらくなるんですよね。はい、じゃあ、行ってきます。言われたのに、ここに30キロ地点がある。ということはここから10キロ。ここからね、でもね、登ってきたよ。あそこ頂上かな。登った登った。集合台登ってきたよ。
そう。ただ、きつまってろ。行きたいったぜ。行きますか。最後の移動。もうすいません、足が残ってません。もう走れない。こちらです。はい、どうぞ。こんにちは。今トレイルラン40キロ、もうすぐゴールです。もうすぐかどうか分かんないけど、あと5キロぐらいあるけど、一緒にゴールしましょう。僕はもう足がクタクタで、ちょっと走ってゴールできそうにない。でもね、今前から 30% ぐらいのところにいますね。真ん中よりもだいぶ前ですね。もう登りとかなさそう。もうね、登って下って登って下ってで、まあ、それがトレイルランなんだけど、ちょっとね、練習不足だね。完全にこんな後半に落ちたらダメだよ。100キロを狙ってるんで。おはようございます。もうね、あのくらいの坂でもね、きつく感じるもんね。ゴールしますよ。一緒に、みんなと一緒に。もう最後の力、足痛いけど、もうね、スピードも出せない。でも頑張りますよ。こんなね、こんな走れるって本当、ね、走りたくても走れない人とかね、動かせない人、動かせない人もいる中でこんなことができるって幸せですよ。これが最後だと思われる山に入りました。川崎ゴールさんのゴールです。
来たよ。138井上義晴と今ゴールです。お疲れ様でした。よっしゃー。196番みんなありがとうございました。もうすぐゴールです。